父が亡くなった時、父にはすでに新しい家庭がありました。そのため私に不法が届いたのは、四十九日の法要を終えた後でした。私に父の遺産を放棄してほしくて、やむなく連絡したという腹違いの弟は、相続手続きに関する話を淡々と進めるだけで、命日すら教えてくれません。私は、 例えば、父の最後がどんな状況だったのか、などということを詳しく知りたかったのですが、弟は死因に関しても、ガンでね、と、極めてざっくりとした答えしか返してくれませんでした。しかし後日になり、実際にはそんな単純な状況ではなかったことが分かったのです。腹違いの弟と、 父の遺産の相続についての話し合いを終えて数ヶ月が過ぎた頃でした。ある日、なぜか私はしきりに父のことが思い出されて、一日中、生前の父とのあれこれが頭から離れませんでした。そのためその日の夫との会話の話題も父のことばかり。寝る時間になっても話が止まらず、気がつけば、 すでに外は明るくなり始めていました。二人ともそんな自分たちに呆れて苦笑しながら、もう寝ましょうねと、お互いに目を閉じた、その途端でした。なんと二人同時に左右両方の鼻が詰まってしまい、いきなり息ができなくなったのです。二人とも風邪をひいているわけでもないのに、一体これはどうしたことだろう 不思議に思うとともに状況に違和感を覚えましたが、その時はさして深く考えるでもなく、曖昧な気分のまま、息苦しさに耐えて過ごしました。ところが、その日の昼過ぎのことです。腹違いの弟から電話連絡が入りました。今日が一周期ですので、遠くから祈ってやってください。 とのこと。ああ、それで昨日から父のことが頭から離れなかったのかと思いつつ、弟に昨夜から今朝にかけての話をすると、今、ゾッとしました。と、何やら驚いています。その驚きの訳を聞いて、こっちも驚いてしまいました。 実は父の本当の死因は癌などではなく自宅の風呂場での入浴中の溺死だったというのです入浴中に意識を失い鼻まで湯に浸かってしまって息ができずに亡くなったのだそうです今朝方なぜかいきなり夫婦して両方の鼻が詰まって苦しくなり息ができなくなったという私の ほんの雑談のつもりの話に、さすがに弟も父の本当の死因を黙っていることができなくなったのでしょう。あるいは、この一連の出来事は、墓のある場所さえ教えてもらえずに墓参りができない私に、せめて自分の命日と死因だけでも知らせてやろうという、あの世からの父なりの働きかけだったのでしょうか。 その後弟と根気よく話し合った結果、父の墓のある場所を教えてもらうことができ、自由に墓参りも行けるようになりました。打ち解けてみれば、弟は弟なりに私の方に色々と気を使ってくれていたことなどもわかり、腹違いとはいえ兄弟には違いなく、今後は互いにきちんと距離を置きながらも仲良くしていきましょうという話に、 ています。